どうもこれやっていこうかいや違うのよ、やる気がないわけじゃないよ。たまには違うスタートしようと思ったんだけど、あまりにも放送事故レベルだったなんでやっぱり仕切り直させて。はい、どうもピュアキングです。今日もトロールコースト一発マリオやっていきますか。で今日のトロールコース、スーパートードメーカーかっこトロールということで、トードっていうのはキノピオっていうことだから、スーパーマリオメーカーをキノピオの名前にして作ったコース名なんだろうね。なんで僕今日は久しぶりにマリーじゃなくてキノピオに変えてまいりました。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 1.14%。 いやキノピオとか使うのめちゃめちゃ久しぶりだね。なんでいつもの調子が出なかったらごめんね。マリーだったら本気出せるんだけど、キノピオだったらちょっと本気出せないみたいな、そういうところあるよね。開幕エンジェルハロー。なんか今日のコースめちゃめちゃ殺伐としてない、危険な匂いがプンプンするな。じゃあまずハテナブロックを叩いてみるか。そしたら下にリンクが出てきたね。あのリンクは取ることができるのか。はい、ダメ。じゃああのマスターソードが出るまで待っておけって感じかな。はいはい、されんだよ。なんかオープニングからおかしいぞ今日やる気を出せ、もうちょっと。そしてテレさん、もうちょっと輪を狭くしておくべきだったら。そんなんじゃ僕当たんないよ。さあこの隙間をくぐっていきましょう。あのハテナは取っていいのか。多分あれだね、マリーじゃないから本調子が出ないんだよきっと。そして右のハテナ取れないっていうことは分かった。砲台が落ちてくるから。でも僕がこのハテナを取っていけるっていうことを証明できません。まあたまにはいいんじゃない、やる気なしキングの実況っていうのもちょうどいいぐらいだよ。いつもうるさいからさ。でも見てて、絶対後でエンジンがかかってくるから。今ギア6速ぐらいだよ。じゃあ右下のブロックは開かない、そして真ん中のブロックも開かない。あ、隠しブロックがあるんだね。じゃあ上は、うわどっち、右は行き止まりだ。ということはこの鍵扉で合ってる、絶対そうだよ。さあえ、ヒント、いやここに鉄球があるのは分かったけど、こっから右に行けたんかな。じゃあ鍵扉に入んなっていうことだったよね。右に行ってみようか。こっちどうかして進めんのかな。行き止まりないような気がするんだけど、これも右下ヒントって書いてないかどこなんだそれは。なあ今目いっぱい頭の中で考えてるけど、どこか分かんないよ。どこなんだって言ってんだろー。うるせー。右に行くなってことだから、どこか探そう。今のヒントの場所、腹は引っ込んでる。右下が怪しいんだよな。右下に四角の枠があるじゃん、あそこを叩けっていうことなんじゃない。だからここで鉄球を出す、それでブロックが壊れる、これで右下に行けるみたいな。みんなガチで分かったかもしんない。今ねもう一回ヒント見てきたんだけど、右下の場所があるじゃん今爆弾投げたところ、あそこねオンオフブロックがあるっぽいんだよね。だからオンオフを変えてこいっていうことなんだけど、この砲台があるじゃん、この砲台でオンオフ変わってなかったっけ。多分今変わったんじゃない。そしてこの鉄球で雲を壊して先に滑るようになるみたいな、多分これで合ってると思う。いやマジで謎解き要素多いな、ここまだちょっとしかしてないけど。さあ進んでいきますか。ここは右信用していいのか、矢印頼む。いやどっちを信用する、四角を叩いてなおかつ右乗せろ。ここどうやって行けばよかったんだろう。この四角の枠なんもないんでしょ。ああなるほど、オフが変わってくれるってことか。中間ポイントが見えたね。一旦このハテナ叩いてみる。わからない、あのキノコの存在意義がわからない。もう頭につけてるからもう満体。そしてここは中間ポイント取れたばい。イエー将来ラッパーになった方がいいかもしれない。邪魔なんだよ俺。じゃあ最初何もすんなってことね。じゃあ僕何もしないよ。中間ポイント取った瞬間にこんな初見殺しを2つの用意するなよ。じゃあここは避けておく。なんなんだお前らはさっきから夜ステージなんて聞いてない、まさかついてくるなんて思わなかった。やっとここで次に進めるよ。そしてあの USA 記録を走り取っていく、うん、取れないか。この下に行けばいいんだろう。じゃあいや本当に合ってんじゃない。でこっからうわ上に行けないか。あなんか下に行けたけど、こっちが実は正解っていうわけじゃないね。え、ここはヒント、どうすればよかったの。このヒントは何。なんかさ、デガキノコの場所があるじゃん、あそこの右に氷ブロックがなかった、その氷ブロックを溶かせっていうことなんかな。今左下に USA キノコも出てきたけど、ここ足場ある。あるんだね。ってことはあの USA 取ればいいのか。そんなのわかるか。じゃあ僕はここで USA キノコの帰りをおとなしく待っておくのさ。来るんだ USA キノコが、キノコを食べて大ジャンプ。そして右と左どっちだい。右を信用してみようか。嘘でしょ、いやまだ間に合う。ここでちょっと待ってって。ああなるほどね、このフラワーを取って
あー、無敵時間利用してすぐ右に行けっていうことだったんかな。そしてオンオフをして、なんか上にも行けそうだよね。上は何もないですわ。少しガチで集中するわ。大事な場面だね。左から一旦敵を出しておく。そしてフラワーも出しておく。決してんじゃねー。失礼、みともないとこをお見せしてしまいました。まあ存在自体がみともない人間なんですけど、じゃあここはファイヤーを取って、その無敵時間を利用してつららを抜けていく。でこの下さ、デカキノコがあったじゃん。あーなるほどね、今のブロックは消してくれたんじゃない。そして右に行けばリンク取れるみたいな。オッケーオッケー。そしてブロックを壊して先に進む。さあ次はどんな罠が待ち受けてるんだい。この針抜けれないかな。うーわ、今ね頑張ったら抜けれそうな気がしたんだけど、右に行くことで間違いない。そうでしょう。そしてパワーブロックを叩く。いや全然合ってんじゃない。これ抜けれるから。いや抜けれるよね。あの草に捕まれば大丈夫。見てて、ちょっと本気でやっていくわ。いやここで頑張ったら針に当たらずいけそうなのよ。オッケーオッケー。これなかなか無敵状態だよ。もう一回食らってもいいもんね。でこの下、やっぱゴールとかじゃないよな。そしてこのまま左に進んでいく。そしてあの鍵取れる。何当たってんだよ、もったいねえことすんな。上に行こうか。いや一旦四角の枠叩いてみる。何もない。じゃあこのまま右行ったらこれゴールということはないよな。やっぱない感じだね。でまた右に行くの。下まで降りてみる。あー、あそこに鍵ドアがあるのか。でも鍵はどこに。もしかして最初から持ってこいってこと。それか左のあれ鍵取れそうなんだけど、取れないのかな。一旦頑張って取ってみるわ。ここで鍵は、やっと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 、ダウンを叩くところまでは絶対合ってる。そして上行くでしょ。いや違うんだって、手がキノコだったら取れるみたいな。だから一旦キノコ取ってみようか。ここでオンオフ変わったのは分かった。でキノコを取っていって、あの鍵に触れるか、ちょっと触ってってみるわ。いや無理なの。あこの伝いに捕まれば、いや無理か。あ分かったかもしれない、もしかして難しく考えすぎてた。もうドロールコースやめちまえ。もうセンスねえよ俺は。もうあんなのわかんないなんてさ。じゃあここは、いやめちゃめちゃ神回避だったね。でこれは鉄球みたいな。さあ行きますか。ここでブロックを壊して、これはあーまあまあ全然いいよ。そして中間ポイントにゲットだね。50コインを信用してみるか。50コイン何が起きるんだい。何もないのか。そしたら上の50コインみたいなのも信用してみる。何もないよ。今日50コイン優しいんだね。ここは左にダッシュしていく。また中間ポイント取ってから急に敵が襲ってくるとか、そんなんはないよな。オッケーオッケー、ないみたいだね。あスター、スターを取って、分かったぞ。左下に行くと思いきや右のこのブロックが開く。そうだろ。わっしょい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 。どうもわっしょい系 YouTuber です。意味わかんねえんだ。なんだわっしょい系 YouTuber って。じゃあここはスター状態のままの土管に入る。土管に入れませんね。なんか下に連れて行かれたよ。あこのドアに入れっていうこと、多分こっちで合ってる。もう右以外はもうこっちしかないもんね。そしてデカキノコを取って、右の土管は入れませんね。どうすればいいかと。あー分かった、今右に来たらいけなかったんだ。だからあの土管にもう一回入り直せばよかったんだよ。もうゴールが見えたぞ。これでもう一回扉に入り直したらゴールできるような仕組みになってるんだよきっと。ほらやっぱりなんかキノコあるもんね。だからこのキノコによって針に当たって、扉の方じゃない、ゴールの方に行けるっていうことだと思うんだよね。さあボムヘイを壊してくれ。そしてパワーブロックもいつか壊れるんだろう。待ってるよ僕は。オンオフは、オンオフは変わってくれるのかい。どうなんだ。右に行ったらいけない。右に行ったら絶対詰むからね。頼む。やったいや素晴らしい。いつもと雰囲気が違うトロールコースだったけど、めちゃめちゃ面白かったね。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、ワールド1の 3× 大量の魚ということで、来たね大量の魚シリーズ。
これ本当にめちゃめちゃきついんだよ。まあ説明文読んでいこうか。今回はゴール条件付きでございます。コイン23枚すべて取ってからゴールしてください。あ、今回はコインを取れというゴール条件があるんだね。面白いじゃないかピヨモテさんよ。無限に魚を振らせてくるだけじゃなくゴール条件までつけてきたね。今回は乗ってやろうじゃないか。こんなコース僕がちゃちゃっとクリアしてみせるさ。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 0.50% で、たまに1の3って何っていう方がいるから補足しとくね。このコースはファミコン版のスーパーマリオブラザーズの1の3をそっくりそのまま再現して大量の魚を振らせてくるっていうコースなんだよね。いや、これがマジでめちゃめちゃ難しいのよ。もう冗談抜きで。だからこのコースをするときは僕語彙力5ミリになると思うけど、そこんとこは了承しておいてください。さあ、まずこのコインを全部集めていけっていう感じだったね今回は。あ、今回さ、あの1と1とか1の2とかと違って陸が高いじゃん。だから魚に襲われる心配があんまりないね。上からしか心配しないでいいよきっと。これアイテムでやって。まあまあイメージとしてはこんな感じのコースだね。最初にこれスターとフラワー取らせてくれるのめちゃめちゃありがたいね。そしてスターはなるべく遅めに取っておこう。1秒でも長くスター状態で降りたいもんね。そしてさっきやられたところがあるじゃん。あのハテナブロックは絶対アイテムだと思うんだよね。スーパーマリオ35をやってる時に確かそうだったと思う。で、上の方に置いておこうか。いや、どっちがいいんだろうねこれ。上と下の方、上はさ見えないし結構近いじゃんここ当たるところが。だから下の方に置いておいて。もうカオスすぎる。いつも思うんだけどこのコースやってたらマジでカオスすぎる。このアイテム。で、今12枚か。もう半分いってるんだね。このコースは無限に大量の魚を振らせてくるあの1の1と1の2より簡単かもしんない。もしかしたら1の2がね過去一番最高に難しかったかもしんない。地面が近いからさ、もう常に魚が襲ってくるんだよね。いや、これなかなかいい調子なんじゃない。ほら、ここの状態で、いや、フラワーは取っておく。一旦当たっておこうか。無敵状態を作っておいて当たって、あ、待って、このコインはいる。いや、あと何枚、あと、いや、これ全部早くゴール。もう上から打ってくるよ、太郎から。ゴールはまだか。ビームゴール見えた。早くゴールを、僕にゴールを。ここ早くゴールを。なめるな。僕がゴール前でやられたからといってへこたれると思っているのか。このくらいのコースじゃあちゃんとクリアするってさっきも言ったもんね。絶対これでクリアしてみせる。さあ行こうぜキノピオ、お前の力を見せつけるんだ。主人公の座はもうお前のもんだ。頼む。もういける気がする。もう来ないで。そこだもう嫌だ。もうこのコース本当にやめた。本当にね、これ何度もやってるけど毎回やめたってまして思ってるんだよ。早くクリアできないかなみたいな。いや、なんでそんなピンポイントに来るの。もう余裕、絶対これでクリアできる。だから一番最初から流していくわ。これクリア率の割に意外とクリアできる。もう運ゲー要素強いけど、どこから魚が降ってくるかわからないから、え、なるべくね、これ右に行き過ぎない方がいいんだよ。右に行き過ぎちゃうとあの魚をさ右に振らしてくるから、だから最後になったらさ左の方に追っておくのが一番いいんじゃないかなって僕読んでるんだけど、もうこれまでかなりやってきたもんねこの魚シリーズ。よしよしよし、絶対にこれでクリアしてみせる。見ててねみんな。これでクリアできなかったら僕マリオメーカーやめたいと思いません。いや、なかなかいいペースできてるよ。そろそろ第2ぐらいのアイテムがある頃だと思うんだけどな。で、ここで14枚か。10何枚ぐらいの時あったっけアイテム。もうそろそろあったでしょ。まずいまずいぞ。いや、早めに取ってこう。オッケーオッケー。まず蹴散らしておく。そしてあと5枚か。いや、いける、これは絶対いける。みんないけないと思ってるでしょ、これ絶対いけると思う。僕はもう読んでるもん。もうゴールしか見えてないよ僕。はい、よっしゃ来た。ここで全てのゴール条件が集まったところ一旦左に寄っておく。そして左に魚を振らせておく。そしてゴールすればいいんだ。そうだろう製作者、それがこのコースの攻略法だ。さあ、もうこの子でキノコ状態は熱すぎる。行ってくれ、そのままゴールに。最高。このコースマジで好きすぎる。まあこの方はねワールド1の4の大量の魚シリーズも作ってるらしくてさ、それもすごい楽しみなんだよね。ぜひその1の4も遊ばせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そして
リオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。